よう、あきらは、宮尾富美子の1976年の小説。また、それを原作とする1983年公開の日本映画。主人公、ふさこは、魚屋の両親のもとに生まれ、12歳で芸妓の世界に入ってから10年経つ。若いエリート銀行員、佐賀のいの子を妊娠するが、男は責任を取ろうとしない。ふさこは男の子を産んだ後、廃病にかかり、 やがて短い生涯を終える。東映京都撮影所、俳優座映画放送制作、配給東映で1983年9月10日に公開された日本映画、小形健主演、古社英雄監督。カラー、ワイド。上映時間は144分。海外で公開された、際のタイトルは、座芸者である。紀リ院花子の生涯に次ぐ五射英雄。 宮尾富子コンビの二作目で、土佐の高地の下流会を舞台に生きる善言の父と、芸儀となった娘との愛憎を描く。昭和初期、土佐随一の料亭、陽明郎を舞台に、善言の太田活蔵、その娘の芸儀、桃赤、活蔵の愛人、玉子らを中心とした人間模様を描く。かつて活蔵は、娘義太夫の両鶴と駆け落ちするが、両鶴は追っ手に切り殺され、 幼い娘が残された。娘は、ヨアあきらろうに預けられて成長し、今では、売れっ子芸に、桃若になっている。活動は、芸に、女郎を圧戦する前縁である。ある日、稲秀組から、妻の身売りに来た、中学教師を紹介される。活動が男に100円の全金を渡すと、夫婦はそのまま逃げてしまう。活動は二人を探そうとはしなかった。 活動の愛人、玉子は、活動と別れて花を咲かすため芸儀になる、と言い出す。活動は、ようアキラろに連れて行くが、お神に断られる。帰りがけに、桃若の姿を見かけた玉子は、これが、ようアキラろうの芸儀会なと捨て台詞を吐く。桃若への対抗心から、玉子は、玉水遊郭に行くことを申し出る。ある園席で、桃若は定大での銀行員。 佐賀のいと出会い、恋心を覚える。一方の玉子は、玉水の赤月郎に入り、初めての夜に一旦は逃げ出してしまうが、意を決して店に戻る。玉子は、売れっ子の女郎となる。以前、活動から金を持ち逃げした女は、マリコという芸儀になっており、稲ー組の指図で、ようラ郎に入ることになる。ある日、ダンスホールで、桃赤ら芸妓と非い客の一行は、 タマコたちに鉢合わせをする。タマコは当てつけるように、佐賀のいと一緒にダンスを踊り、皆の喝采を浴びる。ダンスホールの洗面所で、桃若とタマコはつかみ合いの喧嘩になる。その夜、桃若と佐賀のいは結ばれる。桃若はやがて妊娠するが、佐賀のいはヨーロッパに旅立ってしまう。要はキラロウの女将は、桃若の子は、旦那の堀川の子だということにして、いずれ、 桃赤に店を継がせようと考えている。しかし、桃赤は、お神の意に従わず、旦那の堀川と別れ、一人で女の子を産む。胸を病み働けなくなった桃赤は、子供を、陽明郎に託す。陽明郎の主人は、博打好きで、都財の進出を狙う、稲衆組から借金を重ねる。闘争組に従わない活動は命を狙われることになる。 東映の岡田茂社長から、紀流院花子の生涯がヒットしたら、会も、ヨーアキラローも取らせてくださいと約束を取り付けていたが、紀流院花子の生涯を取った後は、フジテレビの時代劇スペシャルを取る予定だった。しかし、岡田社長から、ヨーアキラローを取ってくれと頼まれ、制作途中の時代劇スペシャルを断り、本作を取った。 1983年1月20日東映本社と1月22日に東京プリンスホテルで開催された東映グループ新春感謝パーティーで発表された東映1983年度確定番組発表では本作の風切りは1983年8月6日と発表されていたが東映が4、5年来夏の対策工業疲れで9月に工業不振が 続くため、いがやかばまる、カンニングモンキー店中堅と入れ替えた。制作費、約8億円。脚本、宮尾富子の原作は、紀流院花子の生涯のような劇的な筋立てはなく、似た芸技がたくさん出る話で、ストーリーを動かす役が足らず、脚本の高田浩二がストーリーを大きく改変した。高田が5社に映画化を進めたという。 キ龍院花子の生涯で女を描いてお客に受けて自信をつけた高田が今度は純粋に女を描いてみたいと脚本を執筆した。浅野敦子演じるタマコは原作にはなく、活動の設定やキャラクターも原作とは違う。宮尾は映画になって面白くなるのかという疑念があり、なかなか映画化に承知せず。宮尾からのクレームは当初はなかったが、回の後で爆発して、 新聞史上で、五社と、高田はどうしようもないとボロクソに批判した。高田は、原作者にあいつには二度と脚本を書かせるなと、言われるぐらいのつもりでやらないといい脚本は書けないと、解説している。公開当時の文献で、高岩嵐は、高田孝治の脚本を読んだ宮尾さんが、お世辞とはいえあなたは、これやったたら、今の直木賞作家よりよっぽどうまい。 ぜひ小説家になりなさいと褒められていた。原作者に褒めていただくなんて珍しい。もう私の原作を乗り越えて素晴らしい脚本だなどと言うから、御社さんもすっかりやる気を起こしていますなどと話している。キャスティング、岡田社長から、桐生院花子の生涯パート2の匂いをさせたら客は来ない、これ一本、という企画だから客は来るんで、同じような顔ぶれ。 同じようなイメージだと、どうしたったがくっと落ちる、ガラッと中身も顔ぶれも回路と、指示が出た。脚本も完成し、1983年2月末のクランクインを予定していたが、5社の前作、キリ院花子の生涯での夏目雅子の脱がされ方が、すごかったため、5社作品と聞いて、出演を渋る女優が多く、キャスティングに難航し制作発表も伸び伸びになった。最初は、 紀流院花子の生涯と同じ、主演は中台達也と夏目正子のコンビを決めて、1983年1月に、あった1983年度、東映ラインアップでも主演は中台と発表されていた。しかし中台は黒沢明監督のランの撮影スケジュールとの調整がつかず、要明郎を降板したと複数の文献に書かれている。 高岩あわしは公開当時の文献で、要明あは、当初中台さんの予定が、乱の問題もあって、スケジュール的に無理だった。そこで御社さんとの友情で、急遽、小形健さんが、自分からやると言ってくれましたと話している。脚本の高田浩二も、中台さんは、スケジュールの都合で出演不可能になった。小形健さんは、世言の役。 面白いと二つ返事で快く出演してくれたなどと述べている。佐藤正幸から中台があんまりヤクザばっかりやるのはどうかと断られたと書かれた文献もある。夏目雅子の方も突然スケジュールの調整がつかないと断ったとされる。夏目が断った百年に一人の芸儀ことヒロイン桃若役には浅野裕子が一度は OK したものの急にただをこねじたい。ついで、 島田洋子で決定していたが、島田も辞退した。他に、キルーイン花子の生涯にも出演した、夏木マリラの名前が上がったが、スケジュールが合わず。ついで、秋吉久美子に交渉していたが、1983年1月、秋吉側が、いろいろ注文をつけるのでクランクイン直前に、池上久美子に交代し、ようやくヒロインが決まった。これにより、 秋吉を順主役に回したら役が小さくなったのは不満と秋吉は降板した。池上は今年で区切りのデビュー10周年、記念になるような映画に出たかったんです。塗ればですか必要なら脱ぐべきです。この作品は芸者の裏と思ってを描くものですから当然ですときっぱり話した。五者は結局は全員裸になってもらいますと、 女優陣をビビらせた。用人盆役のアラは、五社監督が現役時代からアラのファンでキャラクターに注目していたという理由での抜擢。アラは以降役者づいた。撮影1983年1月20日、本読み。1983年3月1日クランクイン。ロケ地として、 京都府八幡市の淀川沿いの橋本遊郭跡が随所に面影を残しており一部撮影が行われた。紀流院花子の生涯回も同所で一部撮影が行われている。女の対決玉子と桃赤が洗面所で水浸しになりながらとっくみ合う15分に及ぶ長回しの喧嘩シーンが見どころの一つである。この撮影は百八十三年四月十九日に 行われた。また、ヨウ・アキラロウの主人、山岡玄八とマルコが温泉旅行に出かけたところに、ヨウ・アキラロウの女将、お袖が乗り込み、湯の中で掴み合いの喧嘩になるシーンもある。美術重要な舞台となるヨウ・アキラロウの参考写真や、俯瞰図を見て、その広大豪壮な様子に関係スタッフは言葉を失った。外形を再現するには現存する、建造物を探し出すか、 オープンセットを建設するかのどちらかしかないが、重々しい風格が、いかにも物語の内容に関わり合っていることから、ロケでは不可能と判断された。このため、セット費用の大半を、ヨウ・アキラロウのオープンセット建設に注ぎ込み、東映京都最大370坪のナンバーワン、1のスタジオに、ヨウ・アキラロウ本店の巨大なライブのセットが組まれた。 この屋内の廃校証明がとんでもなく難しく、撮影に難航した。京都撮影所以外にも琵琶湖班にもオープンセットが建設された。また、要はキラローの何軒もの屋根組みの重なりをすべて作るわけにはいかないため、絵合成の力を頼り、その道の第一人者、渡辺義雄に頼んだ。大阪のシーンの通天閣なども合成へとなる。 2020年の今日ではありえない、アデっぽい宣伝キャンペーンが行われ、1983年7月26日に、新橋やクルトホールで、花町の芸者、板前らを一堂に集め花町試写会が、8月3日は、丸の内東映で、岡田社長自らが陣頭に立って、完成披露試写会が、8月22日は、会のようあきら老能量の縁、と銘打ち、 ゴージャスな人よの芸者遊び、東京湾一周船遊びが開催された。五社英雄監督ほか、池上紀美子ら、若手女優が大半参加し、高知芸者、太鼓持ちらも参加した。一般客を招待したかは不明。1981年、フジテレビ大改革の象徴的な位置づけとして、新設されたのが、毎週2時間の新作時代劇を放送するという、 前代未聞のプロジェクト、時代劇スペシャルであった。しかし、気流院花子の生涯で、芸能界に復帰した五社が10年ぶりに手掛けた、テレビ時代劇、丹下左前剣風。100万両の壺の後は、視聴率が低下した。1983年、騎士改正の賭けとして企画されたのが五社の代表作、三匹の侍の13年ぶりのリメイクだった。富士のディレクター、 岡田太郎と佐藤正幸が中心となって準備し、王野安子の脚本も完成。キャスティングが終わり、平見木次郎、加藤剛長戸勇、丹波哲郎のオリジナルキャストの特別出演も決定し、長戸は槍の稽古に入り、みんな乗り気になっていた。そこへ、東映の岡田茂社長から五社に、よう諦郎を取ってくれとの要請が来た。五社は、 芸能界に復帰させてくれた岡田社長に強い恩義を感じており、また宮尾美子作品に挑戦してみたいという欲求もあり、三匹の侍のリメイクは断った。さらに五社の名優、佐藤正幸も一緒に東映へ行った。大野康子ら関係者は激怒し、五社はもちろん大野や岡田太郎、野村洋一プロデューサーらには美を入れたが、それは修羅場だったと言われる。結局、 時代劇スペシャルは3年で終了し、5社のテレビ回復帰も閉ざされた。この後、本格的に映画監督として巨匠の階段を登っていく5社にとっても人生をかけたターニングポイントとなったのが本作であった。5社はこれから一匹狼として映画界を生き抜いていくと決意し本作の撮影前に全身姿勢を掘った。工業成績批評価等レビュー。 ありがとうございます。